トベの頂点、平野紫耀が滝沢秀明社長を絶賛。新たな舞台で輝く理由。エンターテイメント界の新たな風を巻き起こす、トベ代表、滝沢秀明社長。その影響力は、かつての部下である平野紫耀によって大きく称賛されています。元キング、リンチェの平野が率いるウンベルナンバーアイ、東京ドームで繰り広げるスペクタクルな公演と、 トゥーヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブ、開催が発表され舞台裏で繰り広げられた感動的なエピソードが語られました滝沢氏は、そのすごい器と男気で知られ、アーティストたちが自分たちの芸術を存分に発揮できる環境を提供していると評価されています。平野は、わがままが言える良い意味の上司で、ストレスなくリエーを形にしてくれる、と述べ、 新たなプロダクションでの活動が以前の日々と比べてより研ぎ澄まされたものとなっていることを明かしました。記事では平野が旧ジャニーズ事務所を離れる際のブログで語ったジャニー北川氏との約束や海外進出に対する熱い思いも振り返りつつ、戸辺での新たな挑戦に臨む平野の姿勢を紐解いていきます。 滝沢社長と戸部が提供する新しいプラットフォームでの活動も視野に入れ、平野が目指す理想の芸能活動とは何かを考察します。読者は、戸部の舞台裏に迫りながら、平野市洋が描く新たなエンターテイメントの未来を垣間見ることができるでしょう。戸部の頂点、平野市洋が滝沢秀明社長を絶賛。新たな舞台で輝く理由。 エンターテイメント界に新たな風を巻き起こす、戸部代表、滝沢秀明社長。その影響力は、かつての部下である平野仕様によって大きく賞賛されています。元キング、リンチェの平野が率いるウンベル、ナンバーアイ、I 東京ドームで繰り広げるスペクタクルな公演と、 ニューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブ、開催が発表され舞台裏で繰り広げられた感動的なエピソードが語られましたた。滝沢氏は、そのすごい器と男気で知られ、アーティストたちが自分たちの芸術を存分に発揮できる環境を提供していると評価されています。 平野は、わがままが言える良い意味の上司で、ストレスなくリエョンを形にしてくれる、と述べ、新たなプロダクションでの活動が、以前の日々と比べてより研ぎ澄まされたものとなっていることを明かしました。記事では、平野が旧ジャニーズ事務所を離れる際のブロックで語ったジャニー北川氏との約束や、海外進出に対する熱い思いも振り返りつつ、 飛べでの新たな挑戦に臨む平野の姿勢を紐解いていきます。滝沢社長と飛べが提供する新しいプラットフォームでの活動も視野に入れ、平野が目指す理想の芸能活動とは何かを考察します。読者は、飛べの舞台裏に迫りながら、平野市要が描く新たなエンターテイメントの未来を垣間見ることができるでしょう。新たな扉を開ける舞台裏。 トベガースとスーパーリブの開催発表がファンを沸かせた。元キング、リンチェの平野耀が率いるウンベルナンバーアイ、東京ドームで一大スペクタクルを繰り広げるというニュースはエンターテイメント界において注目を浴びています。一方で、この公演の裏には、トベ代表である滝沢秀明社長の影響力と、アーティストたちとの深い信頼関係があることを示唆しています。 滝沢氏はかつてジャニーズ事務所で数々のアーティストを指導し、その経験をもといに、飛べ、を設立。その中で、滝沢氏がどのようなリーダーシップを発揮しているのか、平野市用の言葉から探ってみましょう。滝沢秀明のリーダーシップ、器の大きさと男気。滝沢秀明社長に対する平野使用の評価は非常に高い。 特に、すごい器が大きくて、男気もある方、との言葉は、滝沢氏のリーダーシップに対する尊敬の念を表しています。アーティストとして成功を収めた滝沢氏だからこそ、その器の大きさは業界内外で知られているものと言えるでしょう。滝沢氏の男気も平野にとっては魅力の一つ。 アーティストたちが安心して自分たちの芸術を追求できる環境を提供するとともに、彼らがやりたいことをストレスなく具現化してくれる。これが滝沢秀明のリーダーシップがもたらす恩恵の一端です。平野がわがままが言える、問いを及ぼしたことからも、滝沢氏がアーティストたちの自己表現を尊重し、受け入れるスタンスを持っていることが伺えます。 新たな舞台での充実感、トべの舞台裏、トべガースとスーパーリブの開催発表の取材会で平野は滝沢氏に対する感謝の意を口にしまし、今までが楽しくなかったわけじゃないけどより研ぎ澄まされたものをやれてるような気がしていますと、のべとべでの新たな舞台における充実感を表現しています。これは平野自身が旧ジャニーズ時代と比較して感じるものであり、 戸部での活動が新しい挑戦となっていることを示唆しています。滝沢氏のリーダーシップがアーティストたちにより良い環境を提供し、それが創造的な表現につながっているという良しみ循環が生まれているのです。過去と未来をつなぐ平野紫耀の奇跡。 記事では、平野紫洋が旧ジャニーズ事務所を離れる際のブロックで語ったジャニー北川氏との約束に触れることが不可欠です。平野はブロックで、小ジャニー北川氏との約束である海外進出が叶わなかったことを明かし、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。とファンに対して率直な気持ちを綴っています。 この和文からは、平野がジャニーズ事務所を離れるにあたり、何らかの葛藤や思い入れがあったことが伺えます。しかし、戸辺での新たな活動において、その過去の奇跡が未来につながる要素となっていることも考察の余地があります。滝沢氏への絶対的な信頼を示す発言からも、 平野が飛べにおいて自らの表現力を取り戻し、新たな夢に向かって邁進していることが伝わってきます。飛べの新しいプラットフォームと平野の理想。飛べでは滝沢秀明社長が新しいプラットフォームを積極的に活用しています。平野のインスタグラムアカウントや ナンバー I 公式 YouTube チャンネルの解説など、旧ジャニーズ時代にはなかったアクティブなプロモーションが展開されています。これにより、平野が飛べでの活動を通じて、新たなファン層との交流を深めていることが伺えます。 滝沢社長が提供する新しいプラットフォームがアーティストたちにとって自由な表現の場となっており、それがエンターテイメント業界に新しい風を吹き込んでいると言えるでしょう。平野にとって滝沢社長は理想の上司とも言うべき存在になっているようです。 その理由は、滝沢氏がアーティストたちに対して与える信頼と自由な表現の場を提供し、それが平野の充実感と新たな表現への意欲につながっているからでしょう。未来への期待、戸ベの新たな挑戦。戸ベは、旧ジャニーズ事務所を離れたアーティストたちが新たなステージで輝くための場となっています。 特に、滝沢秀明社長のリーダーシップが、アーティストたちにより広い表現の幅を提供していることが伺えます。平野仕様の言葉からも、戸ベでの新たな活動が彼にとって充実感と刺激をもたらしていることがわかります。未来には、戸ベが提供する新しいプラットフォームが、 これまでにない形でエンターテイメントを創造し、ファンとアーティストとの絆を深めていくことが期待されます。トベの、デューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブは、その未来への一歩として捉えることができるでしょう。新しい舞台裏で繰り広げられる感動や新たな挑戦に注目が集まり、エンターテイメントの舞台はより魅力的なものとなることでしょう。読者は、 飛べの新たなる挑戦とヒラの仕様の躍進を心待ちにしていることでしょう。ヒラの仕様の新たな舞台となる飛べファーストスーパーリブは滝沢秀明社長のリーダーシップと飛べが提供する新しいプラットフォームの下でエンターテイメント界に新たな風を吹き込む一大イベントです。 滝沢氏のすごい器と男気によってアーティストたちが自由な表現を追求できる環境が整い、平野市用もその恩恵を実感しています。戸部は滝沢社長が築いた信頼と自由な表現の場を通じてアーティストたちが新たな可能性に挑戦し、ファンとの絆を深めています。特に平野仕用が戸部での活動によって感じる充実感や刺激は、 滝沢市のリーダーシップがもたらす良い循環の一環です。飛べの新しいプラットフォームは、旧ジャニーズ時代にはなかった活動の幅を提供し、平野がファンとの交流を深める手段となっています。そして、デューヒーローイーズ、ケラドーブファーストスーパーリブを含む新たな挑戦は、エンターテイメントの未来に期待を抱かせます。 滝沢秀明社長のリーダーシップと飛べが築く新しい舞台裏には、平野市要が描く未来への夢と期待が凝縮されています。読者は、飛べの挑戦と平野の新たな躍進に胸を躍らせ、エンターテイメントの新しい時代が始まることを心待ちにしていることでしょう。